さて、今回は何の話だ。今回は3分でわかるスワットシーズン6をお届けします。それは楽しみだな。どんなストーリーが展開されるんだ。このシーズンではスワットチームがタイで行われた、これまで以上に大規模なインターナショナルロケが行われたんだ。都会のバンコクと緑豊かなチェンマイを舞台にストーリーが展開していくんだ。でもスワットチームが国外で活躍するのは初めてじゃないよな。その通りだよ。これまでもロサンゼルスを飛び出して東京ロケを1回、メキシコでのロケを2回こなしてきたね。近藤役のシェマームーアは、国外ロケが毎回規模を拡大し出来がより良くなっていることが夢みたいだと語っているんだ。毎回驚きを隠せないよな。でもタイでのエピソードってどんな内容なんだ。今回のタイでのエピソードはオープニングの2エピソードにまたがっていて、キャストもスタッフも口を揃えてタイを絶賛しているんだよ。それは楽しみだな。登場するタイ人キャストはどんな人たちなんだ。 LAPD 以上に女性の活躍が困難なタイ警察で、タイスワットをサポートする聡明なチンタナを演じるのは、モデル兼女優のカンティシャーチムまで、撮影中はアメリカから来た自分たちより彼女の方が注目を浴びていたとシェマーが羨む一面もあるんだ。スワットチームに新しいメンバーも加入したと聞いたぞ。そうなんだよ。このシーズンでは新たに2人の新メンバーがチームに加入したんだ。カウエルとカブレラという2人の女性隊員だよ。彼女たちはどんな人物なんだ。2人とも同時期にスワットアカデミーを卒業し、カブレラはシーズン5までいた女性隊員クリスのことをレジェンドと敬っているみたい。カウエルは自分の直感を信じるあまりチームの命令に背いたりしていて、シーズン初期のストリートを思い出すね。各キャラクターの描写もすごくいいって聞いたぞ。具体的にはどんなキャラクターが注目されているんだ。ルカは装甲車を運転する技術は誰にも負けない。彼の運転技術はチームが困難な状況から脱出するための重要な要素となるんだ。あとタンは常に冷静かつ的確に仲間をサポートするよ。冷静さと判断力はチームが危機的な状況を乗り越えるための鍵となるよ。本堂やストリートもいろいろあるみたいだね。ストリートは過去の自分のような単独行動をとってしまうパウエルに指導役として手を焼くことに、チームリーダーの本堂は紆余曲折を経て恋人ミシェルとの間に子供が生まれるんだ。本堂が先輩パパであるディーコンからアドバイスを受けて良き父親になろうと努力し、新たな一面を見せていく様も必見だよ。見どころを聞いてますますスワットシーズン6を見るのが楽しみになったよ。今回は3分でわかるスワットシーズン6をお届けしました。ぜひスーパードラマ TV でご覧ください。